茶にインクを塗り合うイカしたバトル、スプラトゥーン。インクの中を自由自在に動き回る。主人公はイカ。イカになってインクに潜ればどんなとこでも快適に。イカから人の姿に変身してインクをびっちゃびちゃと塗りまくる。床や壁、建物全部、あらゆるところをインクで塗り替える。塗りたいところは Wii U ゲームパッドのジャイロ操作で思い通りに狙いやすい。イカと人を切り替えるインクを生かした遊びが縄張りバトルだ。縄張りバトルは4対4のオンライン対戦。ステージ内の敷地を自分のチームの色にどれだけ塗り替えたか、その面積で勝敗が決まる。どんどん塗って突き進むのも良いけど、塗り替えされては意味がない。誰もいないところでこっそり塗るのか、相手の裏をかいてやっつけるか。イカと人の特徴を生かした戦略で新たなバトルが展開される。勝負を追求したルールでより過激なバトルへ。決められた狭いエリアをより長い時間確保するガチエリア。ステージの中央にある櫓を相手陣地まで押し合うガチ櫓。さらにイカたちの祭りも開催される。日本中のイカたちがテーマに沿って2つのチームに分かれて競い合うフェス。好きなテーマに参加してチームの勝利を目指せ。縄張りバトルの舞台は町、倉庫、公園、工業地帯など様々。障害物や高低差も利用して勝利を勝ち取れ。武器は大きく3種類。シューター、インクを連射できるから扱いやすい。チャージャー、インクを貯めることで遠くまで発射できる。ローラー、広い範囲を一気に塗り進む。それぞれ塗り方が違うから自分のスタイルに合った武器が見つかるはずだ。武器のバリエーションはいろいろ。サブウェポンも駆使すればいろんな戦い方ができる。さらに秘密兵器スペシャルウェポンを使えば戦局を一気に塗り替える攻撃ができるぞ。イカした若者たちが集まる街ハイカラシティにはお店が充実。縄張りバトルで勝ち取った報酬で新しい武器はもちろん、頭、体、3つのギアを購入できる。それぞれのギアには攻撃力アップや人移動速度アップなど能力をアップさせてくれるギアパワーもついているので、おしゃれにファッションのコーディネートを楽しみながらパワーアップもできる。そしてこのハイカラシティの片隅には古くから深い因縁が続いているタコ軍団の地下帝国が築かれていた。一人で挑むヒーローモード。ハイカラシティの平和を守るため敵対するタコ軍団へ挑む冒険が始まる。インクを使ったさまざまなギミックが仕掛けられたステージの数々。イカとタコの因縁の対決に決着をつけるため強敵に立ち向かっていく。テレビ画面とゲームパッドを使って2人で遊べる1対1の対戦バトル、バトル道場。ステージに出現する風船を割った数で勝敗が決まる。さらに
発売後にさまざまなアップデートが予定されている。新しいステージ、新しい装備、新しいルール、スプラトゥーンは発売後も遊びがどんどん増えていく。イカで潜って人で塗る、びっちゃびちゃにインクを塗り合うイカ下バトル。スプラトゥーン。アミーボ。スプラトゥーンで Wii U ゲームパッドにアミーボをタッチすると、ガール、ボーイ、イカの3種類のアミーボごとの専用のミッションで遊ぶことができるようになる。各アミーボには20個のミッションがあり、クリアすれば特別なギアを手に入れることができる。アミーボ。